7月場所も中盤戦に入っていきましたね。ここで6日目までの結果を見ていくぞ。優勝争いの筆頭は全勝の照ノ富士の単独戦闘だ。6連勝。すごい。初日は平戸海に少し苦戦したが、2日目からは苦手の名声、若本春に何もさせない横綱相撲を取ったぞ。いいですね。序盤から安定してるなんて、さすが横綱です。そして後を追うのは2敗勢。 13人え大関以下の一敗は6日目に全滅だこれは横綱が有利です2敗勢には大関の琴桜豊昇龍がいるぞ角番の貴景勝は2勝4敗だそんなここから勝ち越すのは難しいのではあ貴景勝にとって7月場所は試練の場所になりそうだな気迫で取る相撲や張り手の強さは健在だからそれを前面に出して角番脱出してほしいよな 琴桜も豊昇龍も序盤から2敗ですかいずれも実力者や力をつけてきた力士にやられてるぞ2人とも立ち合い先手で前に出る相撲も取れているので頑張ってほしいです 2>, 2敗力士で小結びの大栄翔そして平幕の正代なんかは連勝しているぞそしてうちの高野勝も4連勝さん連敗から連勝ですかやりますね大関復帰チャンスの霧島の状況は 序盤は3連勝してたんだがな大栄翔に負けてから連敗中だちょっと意外ですねなんとか立て直してほしいものだな親戚は家の小野里は3勝3敗と五分だそれを言うなら新小結びの平戸海だって同じです 2>, 2人とも勝ち越してほしいよな本場所は怪我が多いですね高安と大野所、そして朝野山が怪我で途中休場してしまったな朝野山って3日目まで連勝してましたよね 4日目の一山本戦で大怪我してしまったんだ復帰に半年はかかるってこんなのひどすぎます時間はかかると思うがとりあえず手術してしっかり治してほしいよな十両の優勝争いはどうなってるんですかぱい勢に剣翔白熊石そして幕下付け出しから5場所でどんどん番付を駆け上がる大野勝だモンボル出身の力士ですか大野里と同い年みたいですし 近いうちに同じ存在になりそうですねつりぎしょうも戦線場所は怪我して短歌で運ばれていたのにすぐ復活したなさすがチョイスがマイナーちなみに僕は密かに白クマくんを応援してます獅子も白クマと同じで2日目から5連勝してて本人も嬉しっしだなこれで6日目までの状況は理解できたかはい中盤戦に入りましたけど やはり怪我人が増えて欲しくないですね幕下でも相次いで怪我人が出てるもんな怪我しないように祈りつつ中盤戦も楽しんで見ていきましょう